イスラエル王国、イスラエル王国、イスラエル王国は、紀元前11世紀から、紀元前8世紀まで古代イスラエルに存在したユダヤ人の国家。イスラエルという国名は、ユダヤ民族の伝説的な始祖ヤコブが神に与えられた名前にちなんでいる。当初は、イスラエルユダ連合王国、あるいは、ヘブライ王国とも呼ばれる統一王国であったが、後に、 ユダ王国が分離したため、分離後の、イスラエル王国は北イスラエル王国あるいは、北国とも言われる。イスラエル王国というとき、統一王国と分裂後の北王国の両方を指す、ため注意を要し、区別のために連合王国、北王国と呼び分けることも、少なくない。以下、旧約聖書、列王記に描写される、イスラエル王国の歴史を記述する。預言者アヒアは、 ソロモン死後の王国の分裂を予言した。後継者争いの中で身の危険を感じてエジプトに逃れていたヤロブアムはイスラエル王国内の不満分子に担がれる形でイスラエルへ戻ってきた。ヤロブアムや各部族の代表たちはソロモンの後継者レハブアムに越見して重税と不益の軽減を願ったが二部もなく跳ね付けられた。これに不満を覚え、 諸部族がレハブアムに反旗を翻した。抵抗を受けたレハブアムは、エルサレムに逃れ、部族連合に担がれたヤロブアムは、イスラエルの新しい王ヤロブアム一世として、セケムで王位についた。これが、北王国である。十二部族のうち、十部族がヤロブアムを支持し、レハブアムのもとに残ったのは、ユダ族とベニヤ民族だけであった。レハブアムから、南王国が始まる。 二つの王国は六十年にわたって争い、ヨシャファトがアハブの娘、アタリアと結婚したことで同盟が成立したが、アハブ王家はイエフのクーデターにより断絶し、イエフがイスラエルの王となった。長らく王政を取らなかったイスラエルの最初の王はサウルであった。サウルは十二部族の中から選ばれたが、中央集権的というより部族長を中心とする。 カトウ政治のリーダーであった。サウルが王国建設途上で挫折した後を継いだダビデはペリシテ人を撃破するなど軍事遠征を成功させ近隣王国と友好同盟を結びイスラエルをその地方の強かな勢力に作り上げた。その結果ダビデの権力はエジプトや航海の境界からユーフラテスの川岸にまで広がっていった。つまり北はダマスカスから南は 赤羽湾に至る地域を確保し、エルサレムを王都に定めて、イスラエル王国の礎を築いた。国内でもダビデは、新しい統治を始めた。イスラエルを構成する十二部族を一つの王国に、統一し、エルサレムと君主政治を民族の支柱に置いた。聖書の言い伝えでは、ダビデには多彩な才能が備わっていたようである。彼の死の才能、音楽の才能などは、 ダビデの作と言われている紙幣の中に伺うことができる。また、当時の国際情勢としては、前線二百年のカタストロフの影響によって、当時の大国であったヒッタイトが滅亡、エジプト及びアシリア、バビロニアが揃って、衰退期を迎えていた。これらの大国に囲まれる位置にあった歴史的シリアの地域には、大国の同時衰退によって、権力の空白地帯が生じたため、 大国の干渉を受けることなく、多数のアラム人などの小国が生した。イスラエル王国も、そのような状況下で誕生した、新興国の一つである。ソロモンは、父ダビデが築いた国を継承し、その王国をより強大にするためにもっぱら、務化した。近隣王国と条約を交わし、政略結婚を重ねて、自国を強国に育て上げた。とりわけ、エジプトに対しては、 周知令を尽くし属国として振る舞い、ファラオの娘をめとることで良好な関係を築いた。ソロモンは外国との交易を広げ、銅の再興や金属精錬など大きな事業を進めて国の経済を発展させ、統治システムとしての官僚制度を確立して国内制度の整備を行った。また、大規模な土木工事をもって国内各地の都市も強化している。 フェニキアの技術を導入してエルサレムに壮麗な神殿を建立したことでも有名である。これはユダヤ人の民族生活、宗教、生活の中心となった。旧約聖書の中の神殿と宮ビ化はかつてソロモンの手によるものと考えられていた。しかし晩年はユダヤ教以外の信仰を容認するようになり、これがユダヤ教徒の厳格派から 偶像崇拝と批判されることで、ユダヤ教徒と他の宗教信者との宗教的対立を誘発、国家分裂の原因の一つにまでなっている。ソロモンの長い統治は、経済的繁栄と国際的名声をもたらしたが、統一王国という支配体制は、一般民衆の不満からほころぶことになった。人々は、ソロモンの野心的な事業のために重税と不益を、 担わされていたのである。また、ソロモンが自分の出身部族を勇退したことも他の部族を考えさせ、君主政治と部族分離主義者との対立が次第に大きくなった。紀元前922年頃のソロモンの死後、部族間の統制を失った統一イスラエル王国は、北王国として知られるイスラエル王国と南王国として知られるユダ王国に分裂した。 イスラエルが分裂した原因は、人々の間での富の偏在を避けることができなかったこと、国庫財政の悪化から、租税強化や大規模土木工事によって生じる、強制労働の重圧を敷いたこと、さらに大規模土木工事等によって生じる利権からの政治腐敗などが挙げられる。いわば王国に内在していた矛盾が、ソロモンの死と共に一気に噴出して、 南北の二国に分裂することになったのである。統一イスラエル王国の最大半島は、地中海沿岸のフェニキア人都市国家群を除けば3万4千平方キロメートルほどで、うち2万4千平方キロメートルほどが、イスラエルの重部族に引き継がれた。最初の首都は、シュケムであったが、後にティルツァを経て、サマリアに落ち着いた。サマリアは、北王国が、 アッシリアの文化に踏みつぶされるまで首都であり続けた。人口の点でも、高地面積においてもイスラエル王国は、ユダ王国をしのいでおり、経済的にも優位に立っていたが、多くの部族を抱えたイスラエル王国は、反ユダ王国感情によってまとまっているに過ぎず、極めて不安定で、クーデターが頻発し、王朝はたびたび交代した。また、分裂直後から、 アッシリアの猛威にさらされ続けた。ヤロブアム二世時代に最も繁栄したが、その後は凋落した。預言者アモスは、モラルの低下を鋭く断劾したが、凋落に歯止めがかかることはなかった。末期には、王が相次いで家臣に殺害され、殺害した家臣が王位につくという下克上的な正常不安が相次ぎ、アッシリアの信仰は激しさを増していく。 サマリアはアッシリア王、シャルマネセル5世の方位に耐えていたが、シャルマネセル5世の死後王位についたサルゴ二2世の猛攻によって、紀元前722年に陥落し、19代の王のもとに253年にわたって存続した北王国は終焉を迎えた。十氏族の民の内指導者層は連れ去られ、あるいは中東全域に離散した。 歴史の中に消えた彼らは、イスラエルの失われた獣子族とも呼ばれるが、獣子族の全員が連れ去られたわけではなかった。北王国滅亡後、アッシリアの植民政策により、サマリア地方に多くのヒイダヤ人が植民した。サマリアには獣子族の民のうち領収にされなかった、人々が多く残っていたが、彼らは指導者層の喪失や、サマリアに来た、 異民族との通婚によって重子族としてのアイデンティティを創出した。サマリアは正統派のユダヤ人から異民族との根血の死として警部されることにな。年号はウィリアム・オルブライトによる。年号はすべて紀元前である。分裂後、北王国の王はイエフを除くと、暴君か暗君しか王位についていないと、旧約聖書は述べているが、史実の辞跡とは、 かなり異なっている方も少なくない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。